外で今から食事するところなんですけどね、意外に寒くなってきたな、日陰だと。でこれからちょっと人気がある店ということで今探してたら、ここ結構評価高くて人気店で、まあ昼時だから結構混んでますね。結構ちょっとこれに行ってきますね、はい。で中途料理食べれるということで大きいですね。1階、2階、3階まであって、さらにこのテラスがあるんで、テラスで食べようかなと今思ってます。ちょっとタオルも持ってきたな。テラスは雰囲気ですね。で、まあ、こんな感じメニューですね。英語でも書かれてる感じですね、これは飲み物か。まあちょっとモータービッグサイズのモーターで、最近糖分取りすぎだと思ってるんでね。ジュース、ホットドリンクス、チャイとかもいいのか、チーで、ケバブ、ここら辺ね、グリルとかかな。ここら辺のやつを頼んできます。ケバブ、チキンマティッシュ、これは美味しそうだよね。まあプロフみたいな感じだよね、似てるな。で、マトンカリー、チキンカリー、カレーね、クエイティーフードになってます。クエイティーフードね、アパタイザーズですね。でスープ、まあ、クエイティーフードになってるんで、ここら辺かな。クエイティーフーズ、ここら辺と、あと他にもちょっといろいろ頼んでいこうかなと思ってます。魚とかか、これはビリヤニもあるね。チキンビリヤニ、チキンマジ、マジポーズ、ここら辺もカレーか。であとレンティスープもいいですね。久々にちょっとレンティスープもいっちゃおうかなと思って。ホンモスね、レンティスープ。であとはここら辺だな、カレーでもいいんだけど、どうしようかな。クエティフール、ウィスライス、まあビリヤニかチキン、こっちのなんだろうな、この文字ということで。中でもよかったんだけど外にしました。ちょっと羽織るものあればよかったな。まあ外の方がちょっと俺好きなんですよ、テラスの方がね。ということでちょっと今一人用の席ということで、これが本物ですね。ひよこ豆のペーストに塩、ニンニク、タヒーナ、レモン汁を加えたものですね、はい。これ結構前中東来た時食べましたけど結構美味しいですね、はい。ということでいただきます。でなんかレンティスープなんだけど、なんかトマトスープ出てきたね間違って出るけど、まあいいや、まあ言ってもよかったんだけど、まあいいや。でこれが本物ね。でこれが一応メインにしてます。こんな感じでね、でここのところ、これもなんかね、俺頼んでないんだけどね。これがレンティスープ、違う、はい。でこれはちょっといただきますね。このパンとか俺頼んでないんだけど出てきたけどね、ちょっといただきます。まああとはここのところですね、美味しそうですね。でチャイでお茶ですね。ちょっと少なめだね、もうちょっと多いかと思った感じです。いただきます。で、まあ、こんな感じでね、今からいただきます。美味しそうですね。トマト、うん、いただきます。でチャ、チャイ意外にちっちゃいな、かわいいな。なんだ、うん、猫があんまり嫌いですね。猫が近づいてきてもなんか蹴ったりとかしてるからかわいそうだな。結構人気店だってめちゃめちゃ人いますわ。これもまあこんな感じで今晴れてます。まあ外はちょっと寒いけど、羽織るものを持ってくればよかったんだけど、外の方がなんか俺は好きかな。で、食べてきました。なんか追加で出されたんで間違えて出されたかと思ったんだけど、なんか聞いたんですけど、そしたらここ宣伝してくれるからってことでサービスでってマネージャーに、インド人のマネージャーにしてもらって無料でした。なんでまあ 4.5 なんでいくらぐらいですかね。5で2000いかないぐらいですね。1800円とかそのくらいで食べれたと思いますね、はい。よかったです。